どうも、もったいない代表の吉原です。このチャンネルでは現場資材、足場を中心とした、用語の解説、または世の中には知れて渡っていない、こんなものも買い取ってくれるのかというものをご紹介しているチャンネルでございます。ぜひご興味があれば、下記チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では本題です。本日の動画では2回目になりますが、単管パイプについてご説明したいと思います。当店では単管パイプを、全国的には数店舗ございますが、関西ではほぼ、ありません。中古販売を当店では行っております。関西では稀にない足場材の中古販売を行っていますので、日々来店のお客様が非常に多いです。特に長物の単管パイプでございましたら、もうすぐ売り切れの状態となってしまいます。ホームセンターなどで単管パイプを購入するのと比べて、約半値ぐらいの、値段でご購入ができるので、お客様の方も大変喜んでお買いになっていただいております。単管パイプ以外にも足場材、クランプ材やこういったものも、安価な値段でご提供しておりますので、ご興味があれば、下記 URL をクリックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。